じゃあ続いて、お待たせしました70200G2 のご案内でございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、さっき見てきました。確かにちっちゃいレンズでなんかミニチュアレンズが置いてあるなっていうね、テーブルを見るとね、遠目に見ると隣にあるの6700だし、で70200あの G はもう見慣れてるサイズなので、その2つが置いてあって、遠目に見るとあれなんかミニチュアカメラが置いてあるぞっていうサイズでね、非常に面白い。ハーフマクロ 0.5 倍の、撮影ができるのと、あとテレコンバーターに対応したっていうのが新しいなというふうに思います。それ以外にもちょっとトピックあるので ご案内したいなと思います。まず最初に証言表というか、まあ比較するものっていうと、もう前の方の 70200G と、GM2 になってしまうんですけども、 70200G 登場したのって2014年3月20日なので、 α7 のもうローンチレンズだったんですよね。これ確かね4本出たうちの最後だったのかな。そのレンズが9年ぶりにモデルチェンジしたような形になります。赤いところが、新しくパワーアップしたところになるんですが、最大撮影倍率は GM2 でも随分寄れるレンズになったって大騒ぎしてましたけど、あれが 0.3 倍、今回 0.5 倍、ものすごい無理のできてるレンズだなという、その代わりあとズーム方式がインナーズームだったものが、繰り出し式になってしまってたりとか、あとレンズコーティングが、ナノ AR コーティングではなくて、マルチコーティングになってます。G レンズでマルチコーティング使うのが初のレンズになるのかなと思うんですけども、その辺をちょっと見ていきたいなと思います。まずは写りの方なんですけども、MTF 曲線見ると、そうなんですよ、もう一目瞭然で画質はもう相当上がってるっていう期待がこれだけ見ると相当できてしまいますね。中央部分も周辺は特にそうですね、かなり差が出てます。で、サイズの方もだいぶ小型化されていて、主だったレンズこうやって並べてみるとこんな感じですね。 70300G はこれフルサイズのレンズで、それが一番近いサイズになるのかな。APS-C 用の 70350G っていうのもあるんですけど、それもほぼ同サイズぐらいになるので、まあ APS-C ぐらいのサイズになっちゃったフルサイズレンズということになります。で、重さ 794g、 これも近い重さの近いレンズをちょっとずらっと並べてみました。さすが G マスターレンズになると1キロを超えるんですけども、 GM2 の時はね3分の2になったって言って大騒ぎでしたが、今回もそこまではいかないもののだいぶ軽くなってます。近い大きさでいくとっていうか、使い勝手同じやつでいくと STF レンズがね近いような置き換わりにできるようなレンズなのかなと、マクロ撮影のところでね、考えるとね、実際に持った感じでね94もあったんだっていう感じ全然なかったし、あ、そう、ガケマジでおもちゃですよ。おー、したかったです、うん、いいな。で、最短撮影距離が、広角端で 0.26 で、望遠で 0.42m、 42センチかになります。もう 70200G とはもう桁違いなので比べ物にならないんですが、これで、撮影最大倍率ズーム全域で 0.5 倍、なので広角で撮っても望遠で撮っても同じ大きさで撮れるという、不思議体験がこれ実際に使ってみるとできるんですね。撮影しているところと、これはメーカーさんの動画から抜いたやつですけども、イメージこんな感じ。最短撮影距離っていうのは、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、被写体から、センサーまでの距離なんですね。光学センサーまでの距離を、測ったものが最短撮影距離と言ってて、レンズの前面のところから被写体までの距離っていうのはワーキングディスタンスっていう言葉で表現します。サイバーショットとかはワーキングディスタンスで書いてあって、アルファとかデジタル一眼カメラだと基本このセンサーからの距離を書いています。これが広角端のイメージで、こっちが、望遠テレ端の、場合はこれぐらいのイメージになりますよと。で、繰り出しズームになってるんですけど、56mm、 5cm、 5.6cm 繰り出すことになります。なのでちょっと小型化になってるんですけど、こうやって伸ばすと大きくなる、従来の G レンズよりもちょっと長くなるようなイメージになります。
実際にショールームで測ってみましたが、ちょっとずれちゃってますね、定規がねうまく合わない。 5.6 ミリこれで繰り出していることになります。で、これが、ショールームにある、ネイルの、ものをネイルが置いてあったので、これで最短撮影距離合うところを探してみるとこれぐらいのイメージで、こちらがテレタンの時のイメージですね。でさらにすごいのがこれが、テレコンバーターに対応しているので、これ普通に撮ったやつで、これにテレコンをつけるとさらに寄れますという、テレコン2倍をつけると最大撮影倍率が1倍になるので、本当のマクロレンズとして使えるようになります。レンズの根元ちょっと見てきました。これ左が前の G ですね。で右が G2 ですね。最後のところディフューザーっていうのかな、ここが随分こうやって、彫り込まれてるのが様子として分かるので、これがない と、テレコンが入らないんですよね。で、テレコンを装着すると前の G レンズと同じぐらいの長さになるのかなという、そんなのでしょ。まあここから伸ばしちゃうとあれなんですけど、これ実際に、撮ってみたやつ、これがテレコンなしで、0.5 倍の最短撮影距離で撮った、ウォークマンの WM1Z2 だったかなでこれを、テレコンつけるとここまで寄れますよというものになっています。かなり寄れるというか、テレ側でこれ全部撮ってるんですけども、焦点距離400ミリになってるので、すごいマクロレンズですね。普通にマクロレンズ、知らない方のために一応あるので、ご存知の方はスルーしてもらっていいんですが、テレコンレンズってつけても最短撮影距離って変わらない。なので、そのままの距離で長さで撮影ができます。単純に、倍のサイズになるので、虫眼鏡を中に入れてるような感じで撮れるかなと。で、1.4 倍と2倍のテレコンが出てるので、それぞれこういう使い方ができます。最短撮影距離とかは変わらない。でテレコンバーターレンズは、ソニスト価格で73,700円、 AV 商品 10% クーポンを使うと66,330円で買えます。宣伝が始まった。いやいや、知らない人のためにね、一応価格の目安を一応、レンズの方を25万で買って、それプラス66,000円だなっていうね、イメージをちょっと作っとかないといけないので、ね、ちょっと30万超えるかもしれないですね。それと、AF 速度 20% 高速化しました。ズーム前期で動体追従性能が、およ動体追従性能が、約2倍に向上、ズーム中のフォーカス追従に関しては約4倍に向上しているということで、これ全部メーカーさんの、ページから抜粋したものになります。ちなみにこれ 70200GM2 の時も同じようなことが書いてあってですね、拾ってみると AF 速度最大4倍高速化、ズーム中のフォーカス追従は約 30% 向上ということで、そんなでもないというか、比較しているのがそれぞれ前の型の1型の方なので、もともとの1型の性能が高いとここの数字って大きくならない、ということで、前の G マスターって結構追従性が良かったんだなと、逆にG1 レンズの方は追従性あんまり良くなかったんだなというのが分かるかなと思います。これも同じ説明ですねで、その、秘密がこの XD リニアモーターというものになって、これももう何回かご案内をさせていただいてますが、従来だったら、フォーカス合わせるために1群のレンズをたくさん入ってるやつ、重い大きいやつを前後させてフォーカスって合わせたんですけども、今、ソニーの、こういう最新型のレンズはこういうフローティングフォーカスっていうんですけども、ちっちゃい2つのレンズ群を動かすことによって高速化させてる。すると、あと具合のいいところに持っていけるので、
それで最短撮影距離とかっていうのは短くなってきてるのかなというふうに思います。ここにモード 1,2,3 というのがあって、手ブレ補正の方法を効果を調整するスイッチがあって、1がまあ普通の手ブレ補正、2が流し撮りモードで、3が不規則な動体撮影モードというふうになってて、毎回これは僕もですね、話を聞くたびに違う答えが返ってくるので、本当はどうなんだろうとかって思ってたんですけども、ご存知ですか？あれ、UFO とか飛んでたら3番にして追いかけるって、うん、UFO 用だったのか。不規則な、ね、動体撮影モード UFO しかないですよね。そっか、僕は勝手な想像なんですけど、はい、なんかリスとかみたいに動いていって追っかけていったら、うん、突然止まって反対方向に動くみたいな、うん、こう、まあ、UFO も同じかもしれないですけど、あんたら酔っ払いやしょ、これは千鳥やしょ、そうそうそう、どうか分かんないからなるほど、ですね、今回言うのが多分正しい答えになると思います、はい、モード1は普通の手ブレ補正、構えてシャッター半押しにしたところから手ブレ補正が効きます。でバシッて引き、基本写真の手ブレ補正ってシャッター押し込んだ瞬間にしか効かないものなので、撮りやすいように動体を補正しながら撮るもので、2番の流し撮りモードっていうのは、流してこうやって横移動させてるときにここの高さだけ補正してくれる機能、オフにして、あっていうか普通に流し撮りするとこうやって波打っちゃうような人が、これをモード2にすると一直線になったりするんですよね。僕も列車で撮った時にこれ試してみて、あ、こんなに効果高いのかと思って驚いたことがあります。問題のモード3なんですけども、今回の説明で僕も腑に落ちたっていうか、実際やってみたらそうだったんですけど、何でもいいですよ、普通に不規則なものでも UFO じゃなくても何でもいいんです。撮ってる時にシャッター半押しにして手ブレ補正が効かないんです。シャッター半押しにしても手ブレ補正効かないでそのまま燃えるんですよ。で、切った瞬間にだけ手ブレ補正が効く。それがモード3なんですって。スポーツカメラマンとかで手ブレ補正を入れたまんまで追っちゃうと、ちょっと追従しなくなる時があるんですよ。こういう風に降ってきた時に、降ってやった時にこっち側に行ってるものをそのまま手ブレ補正かけちゃってて、ギュッてなんかね、移動するような感じがあったりするので、これ試してみると分かるんですけど、あ、確かにこうやってシャッター半押しにしてこうやってると、キュッてね、急に戻ってくるとかっていう風な挙動があるんですね。それがモード3にしてやると手ブレ補正効いてないので普通に動くんですよ。そういう風に書いた方が分かりやすい、分かりやすいですよね。うん、そういう風な説明を聞いて、実際にGM2 でやったんですけど、試してみると、あ、本当にそうだったんだなと思って、お試しになってみてください、 GM2 をお持ちの方は。よいしょ。それと、フォーカスリミッターがあって、マクロと無限3メートルとフルっていうのがあります。で、マクロはね、ちっちゃく書いてありました、80センチから最短撮影距離まで、で、無限3メートルっていうのは3メートル手前にはもう来ないようになっている。なので、サーキット行ってレース撮影するときに金網が前にあったりしたら、これフル無限3メートルにしとくと手前の金網には来ないよっていうものになりますね。フルは全部に行くやつで、じゃあ3メートルから80センチの間はどうするのかって言ったら、そこもフルにしてやるしかなくて、で、マクロレンズをフルレンジで使うとみんな嫌な思い出がありますよね。グオーガーゴーガーゴーガーゴーグオーガー、これがですね、 XD リニア使うと全然そういうことないんですよ。試してきました。よいしょ。このスピードで行くんです。もっと言ってみます。もうこれ完全にマクロ行きですよね。おお、すごくないですか。おお。あ、これだったらもうフォーカスレンジのリミッター必要ねえじゃんとかっていう風なノリで使えるので、全然これフルレンジで OK だなと。基本はフルレンジで、マクロで撮りたいのはもう何かの弾みで後ろに
外れちゃわないようにしたい時だけってことでしょ、うん、そうそう、ロックさせたい時、厳密に本当にやっぱマクロ撮影する時はマクロレンジに入れといた方が無駄に奥いかないので、うん、便利は便利なんですけど、マクロレンズのあれがないので、あ、ストーリーでさっきのテレコンつけてウォークマン撮ってる時もなんかスカスカ合うなと思ってたんですよっていう、ちょっと素晴らしいレンズかなというふうに思いました。うん、で、それ以外のちょっと細かい点で、拾って書いてみるとこんな感じですね。レンズ強調手ブレ補正というのが 7R5 と ZV-1 にだけ、ついてるんですけども、それにまあ対応してますよと。それとあとフォーカスブリッジング補正機能、これも、対応しているレンズになります。対応モデルは 7R5、74、6700、ZV-1、あと FX30 もそうなんですけども、最新のカメラだけでこれがなかなか降りてこないですね。 α1 とか S3 とかも本当は必要なはずなんですけども、アップデートで来るかなと思ってたらなかなか来ない。来ないよね。来ないですね。 FX3 が後からのアップデートで対応しているので、やってられないことはないような気がするんですけど、もしかして忙しいのかもしれないですね。新型出たりするのかな。ああ、そうかもしれないですね。で、フルタイム DMF、 先ほど説明したものが、これはレンズの方に搭載されているので、どのカメラででも使えます。オンオフがついているので、オンにしとけばオートフォーカスで、あ、フォーカスピントが抜けちゃったって言ったらフォーカスリングプッて回してあげれば思い通りに戻ってくるので、すごい便利。これがついてないときは、リス撮影のときとかに、あー起きちゃった、手前に来いとかって言って手を出してね、手でフォーカス合わせたりしましたけど、それが必要なくなります。で、マルチコーティングでナノエアルコーティングが入ってないんですけども、このレンズ球面レンズとか、かなり高度なレンズを使ってて、でナノエアルコーティング2っていうのを、GM2 に搭載した時に、極率の高いレンズにそれコーティングできるようなものなんだよ、効果が上がってるものじゃないんだっていうふうな説明を聞いてるので、おそらく今回のやつ極率がかなり高いので、それでナノエアルコーティングができなくてマルチコーティングになってるのかなというふうに、勝手な、これは僕の想像です。で、歪曲収差補正は、オートに固定されますね。最近のレンズこういうの多いんですけど、あとフードは、花型です。 GM2 は丸型になってポッて置けるようにしてあるっていうふうに言ったけど、このレンズそもそもちっちゃくて、そういう置き方多分しないですよね。縦置きするときに丸型の方がいいなということで、 G1 の方はこうやって丸型のフードなんですけど、今回の花形になるそうです。ちなみにこれが1型のフード使えるんですか。あ、どうだろう、試してないんですけど、花形ちょっと出てなかったんで僕も試してなくて、つくかどうか分かんないですけど多分つかないですよね。で、付属パウチもこれつかなくなるそうです。よいしょ。ということで、こちらも7月18日火曜日10時予約販売開始で、7月28日の発売予定です。ぜひご検討ください。